はい、どうも、カパン長です。じゃあね、この動画でも統一教会の話の続きいきますけども、まあ、最初のね、動画でね、まあ、主にこの、まあ、マスコミ発表の記事がベース、ヒュンダイがベースの記事なんで、まあ、自民党をね、なんかこの、ね、統一教会とズブズブだっていうこの記事からの、まあ、リストアップだったんで、まあ、そういう格好の報道内容にはなってましたけども、で、その中でね、名前が上がってなかった人も当然いるわけじゃないですか。ね。うん。じゃあ、例えば、確かね、品太郎くん、エネジロー君は名前上がってないんですよね。上がってなかったかな？上がってなかったと思うんですけども。うん。おってことは、ね。うん。わかんないですよ。ね。話半分で聞いてもらってるんで大丈夫だと思いますけども。ね、おじゃあ、統一教会と、ね、関係がない。ね。この二人がやはり次期総理大臣で間違いなしみたいな感じで、マスコミは利用してきて、なんか面白い記事書いてくんないかな。まあわかんないですけども。と思ったら、ね、うん、来ましたよ。ね、小泉進次郎さん、統一教会じゃなかった、みたいなね。やっぱりどうしてもね、理由は何でもいいからね、うん。エネジロー君を総理にしたい勢力って、やっぱり一定数いるんですね、今でもね。とりあえずレジ袋の件、ね、あの最低でも片付けてもらいたいですよな。まあいいや。じゃあ、彼とは別に、そうだな。名前上がってた人、自民党で、例えばこの杉田水脈さんとか、あと稲田朋美さんの名前がありましたよね。うん。この講演をしたとかさ、ね、これはやっぱりどうなの？関係性を、何かしらこの関係を疑われても仕方がないのかな？公園確かにつながりがなかったら公園なんかしに行かないとは思いますけども。で、まあ、自民党のこの杉田水脈さんが旧統一教会関係団体、この関係団体っていうのがちょっとよくわかんないですけども、まあ、そこで講演してたんだって、2019年。自民党との関係に批判の声っていうことなんですけども、安倍晋三元首相が霊感商法などで社会的批判を浴びる旧統一教会、現世界平和統一家庭連合の活動に賛同したことが問題になっていると。まあ、問題にしたいんですけどもね。こうした中、他の自民党国会議員にも疑惑の目が向けられていると。ね、反日勢にとっちゃ、これね、うん、なんかもう森かけ桜に続く、ね、森かけ桜統一協会で、ね、自民党をこの攻撃する、ね、なんかまあチャンスっちゃチャンスなんじゃないですかね。うん、まあ多分そういう使い方をね、してきてるんだと思うんですけども。で、例えばこの杉田さんの場合は、16年8月5日、ツイッターで幸福の科学や統一教会信者の方にご支援ご協力いただくのは何の問題もないと投稿して開き直ったと。で杉田さんは19年4月28日旧統一教会の別動体、あ、これが関連団体か、国際勝共連合と、これはあの政治団体でしょと、関係が深い、団体主催の会、関係が深いだからこれとは別なのか、の会合で講演し、会場はお客様で満杯、懇親会までじっくりとお話しさせていただき本当にありがとうございましたと報告。昨年の総選挙で、自民党から比例で当選しており同党の責任は重大ですと、まあ、マスコミはね、書いてるわけですよね。あとこの稲田朋美さん、元防衛大臣が旧統一教会のフロント団体世界平和連合、福井大会で講演したと。これがなんか2009年らしいですよ。あと萩生田大臣が代表を務める選挙区支部が旧統一教会系団体に、1万5000円の会費を支出。1万5000円の会費これが19年らしいですね。するなど、親密な関係は後を絶ちません。これを親密と取るかどうか、ちょっとね、僕は個人的にはそこまでかなって思いますけども。ただ最初に言った通り、ね、統一教会と、ね、創価学会、ね、この2つはもう確実に反党カルトで日本の、だって日本を敵視している人たちが率いた、ね、うん、だってそういう団体でしょ、うん、ダメじゃんって、ここはやっぱダメだと思うんですけどもね、うん、だからほんのわずかでも関わってほしくはないんですけどもね、うん。で、旧統一教会の、被害救済に取り組む、全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、21年の被害総額は47件、3億3000万円に上ると。
21年だからついこの間じゃないですかね。いまだにこんなもんになんか引っかかる人いるんだ。ネット上でカルト宗教の広報活動に悪用されないために支援は断るべき、詐欺師の片棒を担いでるなど自民党に厳しい批判の声が上がるのは当然ですと。まあ被害に遭った人たちとかその近しい人間からすればね、そんな奴らとつるんでる自民党をけしからんってなっちゃうのもしょうがないのかな。なんでこんなところの講演会に行っちゃうのかな単純に疑問ですけども、なんかメリットがあるんでしょうね、やっぱりね。まず自民党さんだけじゃないんでね、例えば維新の、足立議員ね、足立康さん、この人もなんかこの統一教会と、ね、関わりを持ったこの現職国会議員リストに名前が載ってたんですよね。で、まあ、この方は別にそれについてこの隠してもいないし、ね、まあ、講演したことは事実ですよと、まあ、認めてらっしゃるんですけども、その後がなんかねやっぱ引っかかりますかね。まあ別にやましいことが何もないっていうんだったら別におしましたよと、まあ、頼まれたんでみたいな、まあ、まあ内容は細かく知らないですけど、まあ、日頃お世話になってるんでとか、まあ、理由は何でもいいですけども、ただね統一教会の何が問題なのか分かんないみたいなこと言ってるんですよね。これは違うんじゃないですかねどう考えても統一教会は問題ある団体だと思いますけども、だからそんなところと、ね、たかが講演、たかがビデオレター、ね、たかが祝電かもしれないですけども、そんな問題がある団体とは僕はやっぱり関わんない方がいいと思うんですけどもね。関わったら関わったなりになんかリターンがあるんでしょ。じゃなかったらわざわざそんなことやんないじゃないですかね。どっかで誰かも言ってたかな、なんかそういうこの宗教に限らずね、何かしらのこのなんか学会とか団体とかなんかそういうところにもこの挨拶する、それもなんかそういうところにこの顔を出す、ね、なんかそういうのもあの政治家のね仕事のうちみたいな、ね、確かにそういう側面あるかもしれないです、ね。だけどどこでもいい、ね、誰かで構わず、ね、どこでもいいんだっていうことにはならないと思うんですよね。そう思いません？僕の考えすぎなのかな。でもほら、ね、よくわからないからこそ、でもこの誰が見たってこの統一教会が、ね、日本国内に、ね、存在させてはいけない存在だっていうことぐらいはわかるわけじゃないですか。ね、実際にどういう関わりなのかはわからないけど、ね、わからないこと疑われますよね。分かってる事実として把握できてるものをベースに、ね、我々有権者は判断するわけですから、だから疑われるようなことはやっぱすべきじゃないと思うんですよね。ね、で、だからまあ例えば最初の動画ではね、このリスト自体が、ね、どの程度信憑性があるものか分かんないっていう、まあ、そういうふうに見てましたけども、ね、例えばこの足立議員なんかはもうこういう反応してるんで、まあ、それなりに信憑性はあった、ね、そういうこのデータだったでしょうね。じゃなかったら無視しときゃいいじゃないですか。逆になんか名誉毀損とかで訴えてやってもいいわけですよね。でもそうじゃなかったってことは、ね、あのリストそれなりに、ね、なんかこう裏取って、ね、信憑性があったんじゃないですかね。証拠の映像とか、まあ、画像なんかもちょっと出てきてるんで、まるっとまるっきり嘘ではどうやらないらしいんですけども。さあ、じゃあエネジロ君は全く関係がなかったらしいんですけどもいやー、これを理由に大臣になれるみたいな環境大臣復帰かみたいなむしろなんかこういうこのカルトを殲滅するなんかその日本国内掃除係みたいなのをやってくれればさ、ね、ちょっとは見直すかもしれないですけど、まあその可能性はないでしょうね。ね、これをもってね、これもう次期総理だろうみたいな感じでちょっと界隈盛り上がってる人も一部いるんですけども、そうはならねえだろう、ね、よりにもよってこの統一教会と関わりがないことが逆にそのね資格性、ね、次期総理の資格性を高めるなんてそんな簡単じゃないと思いますけどもねいよ、さすが未来の総理大臣とはなんないっしょということでね、まあ、次の動画もね、引き続きちょっと、ね、この統一教会の話見ていきましょうかね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。